クリスティーナ・マリア・アギレラは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター。身長156センチメートル。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第58位。エクアドル出身のアメリカ陸軍軍曹の、父ファウスト・ハビエル・アギレラと、ドイツ人、オランダ人、ウェールズ人の血を引くアイルランド系アメリカ人で、スペイン語教師である母シェリーとの間に、 ニューヨーク市のスタテンアイランドで生を受ける。日本を含む世界各地の米軍基地で育つが、7歳の頃に父親の虐待が原因で両親が離婚、妹のレイチェルと共に母に連れられ、祖母の住むペンシルベニア州エックスフォードに移り住む。母親の再婚後は、系ーと3人のイフテーマイと共に暮らしていた。本人によると、3歳から6歳まで日本に住んでいた。 1990年3月、スターサーチというタレントコンテスト番組に出演するが、合格せず、同年、ピッツバーグスティーラーズとピッツバーグパイレーツの試合の前に国歌を歌う。12歳から14歳までは、後に、スターとなるブリトニー・スピアーズや、ケリー・ラッセル、インシンクのジャスティン・ティン・バーレイクや、ジョシュア・スコットらと共に、ミッキー・マウス・クラブのショーにも出演。 1997年、彼女の最初のシングルは、中西慶三とのコラボレーションシングル、All I wanna do で、日本でも彼女のビデオが流れ、ツアーも行われた。翌年には、ディズニー映画、ムーランの次第が、リフレクションのオファーに応え、RCA レコードと契約。1999年、デビューアルバム、クリスティーナ・アギレラをリリース。このアルバム中の曲、 ジニー・イン・ア・ボトルは、水木・アリサが、ラブ・ポーションとしてカバーし、ナースのお仕事4の主題歌となった。また、この時のツアー衣装を、日本の TV 番組やサイアンが、タイアップし、デザイナーの5脇上が衣装をデザインすることになった。アルバムの収録曲、ジニー・イン・ア・ボトル、ホワット・ア・ガール・ォンツ、カム、オン・オーバー・ベイビーは、全米で1位を獲得。 その年のグラミーの最優秀新人賞を、ブリトニー・スピアーズなどの強敵を抑え受賞した。その後、リッキー・マーティンとのデュエット曲、一人にしないで、がリリース。ミッシー・エリオットによるプロデュースで、映画、ムーラン・ルージュの主題歌、レデ,ディ・マーマレードで、リル・キムや P ・ NK ・マイヤと共演。全米一位を記録し、グラミー賞も獲得。2001年、スペインを、 アルバム、ミリフレホ、マイリフレクションをリリース。ラテングラミーで最優秀、ポップボーカルアルバムを受賞。2002年、セカンドアルバム、ストリップ等を発表。ラッパーのリルキムをフィーチャーするなどし、パワフルな R&B やポップ、彼女の歌唱力が生えるバラード等、様々な楽曲を収録。このアルバムタイトル同様、彼女の歌詞は赤裸々なものになった。メイクや、 服装もデビュー当時の清純なイメージから露出度の高い派手なものに変わったが、これはブリトニー同様しばしば批判されることもある。反面、父親による暴力に怯えた幼年時代の告白、社会的弱者への共感を歌ったビューティフルなどが高く評価され、ブリトニーとは異なる土壌にあることを強く表明した。また、ゲイフレンドリーとしても有名で、先ほど挙げた ビューティフルを歌ったことで、ゲイからも多く支持されている。彼女自身も、ゲイ差別をすることが理解できないわと、同性愛者に対し、支持のメッセージを送り続けている。インシンクのメンバーである、ランスバスのカミングアウトの際は、周りが騒ぎ立てる、必要性がわからない、勇気のある素晴らしい行為。と彼を絶賛している。 ファッションに関しては2003年前後には、生来、ブロンドの髪を黒く染め、ゴシックさを強調したり、50年代のマリリンモンドー風にしたりと、その変換幅は大きい。2004年、喉の,の疲労でチンギートのツアーをキャンセル。この年の MTV ビデオミュージックアウォーズでは、マドンナとのキスシーンという衝撃的なステージを披露。また、ミッシー・エリオットのプロデュースと、ラップでフィーチャーした。 カーウォッシュを発表。シャークテールの主題歌に起用される。ハービー・ハンコックのアルバムで、レオン・ラッセルの A-Song for You をカバーし、グラミーで、ハービーとの共演を果たした。バックツー・ベーシックス・ツアー、マーチ2007-2006年、アンドレア・ボチェッリのアルバムに参加。クラシカルなボーカルにも挑戦し、高く評価される。8月9日には、オリジナル英語アルバムとしては4年ぶりとなる。 バック・トゥ・ベーシックスが日本でリリースされ、トップ10に入るヒットとなっている。ザ。世界行天ニュースのエンディングとして使われていた、エン・ト・ノー・アザー・マンが収録されている。2008年にデビュー10周年を迎え、初のベストアルバム、Keep's Getting Better, Greatest Hits を発売した。2008年から2010年にかけて、レコーディングが行われていた自身4枚目の、 オリジナルアルバムバイオニックを2010年6月にリリース。最初の週に11万枚の CD を売り上げるも、前作の3分の1の売り上げにしかならなかった。2010年公開のミュージカル映画バーレスクで映画デビューを果たす。2010年11月、ハリウッドのウォークオブフェームに名前入りのプレートが埋め込まれ、殿堂入りを果たす。 2011年2月6日に行われた第45回スーパーボールでアメリカ国歌を成唱したが歌詞を間違える失敗をした。2011年にはアメリカのタレントオーディション番組ザ・ボイスに審査員として出演。そこで同じく審査員として共演したアダム・レビーンがボーカルを務めるマルーン5とのコラボシングルムーブス・ライク・ジャガー・ムーブス・ライク・ジャガー・マルーンをフィーチャリング。 クリスティーナ・アギレラがリリースされた。ビルボードホット100で初登場8位を記録し、シングルでは自身にとって2008年の k e e p ゲ Getting Better 以来のトップ10位入りとなった。また、ムーブスライクジャガーは最終的にリリースから3ヶ月後の9月に全米1位を獲得。これにより、1990年代、2000年代、2010年代、 それぞれでビルボードホット100の1位を獲得したことになる。2012年9月、自身が審査員を務めている人気オーディション番組ザ・ボイスの出演を9月10日からスタートした第3シーズンをもって降板すると発表された。2012年11月に前作が商業的に失敗したことから復活の意味を表す花であるレンをタイトルにした5枚目のオリジナルアルバム ロータスをリリース。2018年6年ぶりとなるアルバムリベレーションを発売。ありがとうございます。